明なんですけれど、はい、これは勉強不足で申し訳ないです、はい、じゃあどうぞ。だどっちがリノ君かな。リノ君ですか。リノ君どうぞ、では行きましょう。世の中正しいことばかりではありません。お気をつけて。おお、まあ確かに警告してる、うん、警告してるね。正しいことばかりじゃありませんね。そうだよね。そういう不条理な世界に生きている私たち。不条理、結構絵も不条理だったかな。さっきのカノさんのデッドボールみたいな。あ、もうやめてやめて。正しいことばかりではありませんと。せっかくもう掲示板のみんなもなんかもう分かる、分かる、忘れてくれてるかもしれなかったのに。かぼちゃワインさんってすごい懐かしい、あの名前が。あ、エルって。あ、これはかぼちゃワインさん。かおりちゃん、かのちゃんわかるかな。はい、かぼちゃワインさん、うん、かぼちゃワインさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。かぼちゃワインさん、かぼちゃワイン、かぼちゃワインって知ってる？どんなもんですか？かぼちゃのワインじゃないの？うんとね、アニメなのかな、はい、一応漫画もありますけどね、はいはい、うん、かぼちゃワインっていうね、ちょっとなんていうかおませなその学生さんというかね、学生なんか奥さんができちゃうみたいなね、なんかちょっとね、なんか正直うろ覚え、うろ覚えか、覚えですけど。なんだそれは。結構昔のね、もう20年、はい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 、ね、30年もいかないけどね、20何年前のアニメだと思いますけどね。あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ最後になります。最後ですね。お、これはバリバリ綺麗にあの目入ってますけれども、入ってます、はい、はい、これはあのマスターキートン、はい、キートンですね。はい。で、あの著者は浦沢先生なんですけれども、20世紀少年とかね、そうですね、柔らかですね、はい、キャラはですね、ユーリー・スコット教授、教授ですね、はい、教授です。なんでじゃあ教授といえば、はい、ドン、俺、はい、僕はやりますね。はい、じゃあ行きます。ちなみにこれは女性ではないですよね。というかだと、はい、だとそうですね、思います、はい、では男性でやらせていただきます。はい、まーす。人間はどんなところでも学ぶことができる。知りたいという心さえあれば。うん、うん、まあ、教授らしいっちゃらしいね。教授らしい、うん、まあ確かにどんなところでも学ぶことはできますよね。そりゃそうだ ね、 ですね。まさに今僕たちは学んでますから、ね、はい、今これ学んでるんですよ。放送している、はい、そうですね、もう手に汗かきながらですね、はい、と乾かしたりとかしながら。ケチャさん、お、ケチャさん、任せてたな、はい、いいですね。かっこいいですね。ケチャさんこんばんは。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 ケチャっていいですね。あのチャ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 ってます？え、何ですか今の。インドネシアとかでね、あっちでバリ島とかでやってるね。あのチャ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 、はい、はい、そんな感じでいかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。はい、はい、あの すごい本当バッチリ綺麗に目が、ね、かなりやってるとあのかなりまあきつい部分はあったかもしれないですけどね。はい、すいません、なんかもう、あ、よかった、ケチャップ好きなの。あ、やっぱほら違ったか、ほら残念。すごい、まあそんなコーナーでですね、ちょそれぞれの名言集をお送りしてきたわけなんです、はい、お送りしてきたわけでした。でも感じちゃった。いかがでしたでしょうか、皆さん。はい、ちょっと私たちも知らないキャラがいたりとか、ね、はい、もっと勉強 してこよう、してこよう、うん、前回も言いましたけど、もっとアニメを勉強してこよう、勉強してこよう、こよう、うん、こよう、皆さんでも知らないやつを教えてくださいね。そうですね。お願い、お願い、はい、そんな感じでですね、はいはい、はい、はい、じゃあ、次のコーナーに、次のコーナー、はい、行ってみましょうか、はいはいはい、じゃあ、次はですね、はい、次はワイワイテレビの紹介ですね。はい、紹介をさせていただきます。はいはい、今月のワイワイテレビも見どころいっぱいです。見どころいっぱいでですね、はい、あの名古屋観光情報番組に、うん、なんと、はい、あの新番組が2つも追加です。そうです、2つも追加されました。そうですね、新しい番組ですね。追加がされて、はい、で簡単にですけれどもですね、あの未熟ながら私たちが番組紹介をさせていただきます。させていただきます。はい、噛んじゃったらごめんなさい。ごめんなさい。、はい、じゃあ頑張っていきます。はい、ですので、じゃあ VTR ですか。 VTR です。またどいきますよ。はい、みんなも知ってる、はい、合言葉、はい、いきます。ドーン、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 はい、最初はまずハロー名古屋ですね。そうですね、はい、ハロー名古屋は名古屋の観光、グルメ、イベント、音楽情報など名古屋の魅力を日本語、中国語、英語の3カ国語で
はい、これはすごいですね。世界に向けた生放送番組です。コスプレサミット、これ言うんです。やってますね、バサラですね、こちらは。おお、すごい。やっぱ本格的ですね。今のはさくらちゃんかな。あ、これはですね、ちょっと僕もちょっと前にいたんですけど、これ、ね、名古屋港水族館ですね。ですね、はい、こちらは第1回目の放送は8月8日、はい、08にね、あ、放送した、はい、日ですね、はい、英語放送では携帯テレビ番組を使った生中継が見どころです、うん、で名古屋周辺での観光スポットたくさんですので、ね、いっぱいありますからね、はい、でちなみに第2回はですね10月3日に放送しました。はい、はいはい、あ、ちょっともう映像が過ぎてしまったんですが、もう最後まとめて、第3回目の放送は12月24日のクリスマスイブですので、はい、夕方の5時半から7時までの90分間、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、続いてはこちらはイーステンド TV ですね、はい、バラエティ格闘技や全国で行われるプロ格闘技の解説、うん、映像配信が、そうですね、イベント紹介、ジム、道場や注目選手の紹介など、はい、格闘技ファン必見の60分でございます。はい、60分でですね。沖縄や、大阪で行われる試合もちろんのこと、うん、海を越えて韓国との試合まで放送しておりますので、すごいですね、うん、あとはですね、ネタ部門と真剣勝負の無差別部門、2つの部門に分けられた天下一武道会の試合、天下一武道会なんかどっかの、 あの7つの玉みたいなね、ですね、世界ですかね、はい、すごいですね。そう、イーステンド TV のプロデューサーの岩倉剛さんと、はい、この橋場龍之介さんがメインパーソナリティを務めますので、はい、ですね、この毎週火曜日夜の10時から11時、はい、イーステンド TV よろしくお願いします。お願いします。はい、では次ですね、うさぎのおめめ、はいはい、こちらが新番組ですね。はい、はい、そうですね、なんとうさぎの番組作っちゃいました。はい、あのぴょんぴょんもぐもぐふわふわ見ているだけで癒されちゃう、うん、癒されますね、うさぎがいっぱいの1時間です。1時間です。はい、うさぎの種類全部言えますか？怒った時の鳴き声、聞いたことありますか？あります。ありますか？あります。うさぎの寝顔って覚えてますか？あ、かわいいですね。覚えてますか？はい、なんで最近流行のうさんぽって、うさんぽ、はい、果たしてその正体とは、はい、っていう感じですね。うさぎって意外と奥深いっていうのを、はい、テーマですね。これを見ればうさぎの魅力にハマること間違いなし。あ、いいですね。はい、あなたもウサギを追って不思議な世界に来ませんか？あ、はい、ウサギのおめめは11月25日からスタートです。はい、毎週水曜日21時30分から放送しております。はいはい、はい、では次ですね、次サラタンとアイタンのめっちゃめちゃ人生相談。はい、はい、今日はなんだか眠れない、そんな夜ありませんか？そんなあなたにお送りする番組、サラタンとアイタンのめっちゃめちゃ人生相談。はい、自称めちゃめちゃネクラのサラタンと、お花飾りがよく似合うアイタンの、視聴者の皆さんの悩みを心底適当に交わす人生相談番組。はい、気がつけば裏若き21歳の乙女たちの本音のおしゃべりばかりになってるこの番組なんですけれども、果たして視聴者の皆さんの悩み相談に真剣にお答えして的確なアドバイスができる日が来るのでしょうか？来るのでしょうか？はい、それは相談していいんですか？毎週木曜日深夜1時から放送いたします。お、楽しみですね。はい、毎週やってるんでよかった。はい、はいはい、次来ましたね。ました猫である。あ、これね、これはですね、あのマーチも参加してるんですけどね、はいはい、ますはい、猫の魅力をドドーンと、いや、にゃにゃーんとお伝えする。可愛くないね。うん、はい、猫まみれの番組だって、うん、はいはい、動く猫ちゃんたちを見て皆さんを、うん、触りたい、モフモフしたいって怖いです、うずうずさせる1時間、はい、この可愛さですね。あ、可愛いですね。僕もね、猫好きな、まあ、犬派なんですけどね、はいはい、うん、この可愛さはですね、写真では表現できないということで、はい、うん、これはですね、ニコニコ動画でもあの猫ちゃんの動画がアップしてあります、はいはいはい、まあ、今日もにゃんこってタイトルでね、はい、はい、毎月第1金曜日は、はい、20時から放送しておりますので、はいはい、あ、もう映像が始まってますけれども、はいはい、これが BFTV ですね。これは、はい、じゃあリノさん紹介どうぞ、うん、僕がですか、はい、これはまさにこの番組ですが、うん、PFTV はこの愛知県を中心に声優活動している団体ピアノフォルテによる声優トーク番組でございます。そうですね、はい、はい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 、まさにこれだもんね。まさにこれ、うん、はい、まさにこの番組ですね。ね、はい、産業ラブレターとか、はい、今日もやった名言集とか、そうですね、いろいろなものをやっておりますね、はい、チャットでどんどん参加して、そのチャットで参加された方に対して僕がまた